季節外れの暖かさについて、今日の都内は暖かかったですね。江東区内を流れる大横川沿いには、早咲きの桜の花がすでに咲き始めます。こちらは江東区の木場公園にほど近い大横川沿いです。今日はとても暖かくてですね、私が着ているようなコートだと少し暑い感じもあります。そしてそんな中でご覧ください。 ピンク色の花びらが鮮やかですねすでに桜が咲き始めています今日の都心は最高気温が12.6度と3月上旬並みの陽気に大横川に架か,かる茂森橋から沢海橋の間に植えられた早咲きの桜を見てみると青空に映えるピンクの彩り 今日は桜を目当てに訪れた人が思い思いにカメラで撮影しようと桜を楽しむ様子が見られました。桜咲いてるのも分かってたんでえ、まあ一応来ました。まあカメラで写真を撮って、なんていうのかな、そうすると気分がすごく晴れるんで。SNS であのこちらの桜が咲いてるって知りまして、それで早速来ました。<laughs> <laughs> ずっと寒かったので、はい、心まで暖かくなりました。一方、ポカポカ陽気は多摩地域でも。午後2時過ぎの昭和記念公園です。手元の温度計は20.3度を指しています。コートを着なくてもポカポカして暖かいです。多摩地域の最高気温は府中市で13.2度。 青梅市で12.7度、八王子市で11.7度を観測しました。都内屈指の花の名所、昭和記念公園では、素心狼狽の黄色い花が見ごろを迎え、来場した人の目を楽しませていました。また、梅の花は例年より10日ほど早く開花が始まったということです。